場違いだと思うんですけれども、話せと言われまして、線路って所沢の方へ向かっていくと、芝山通りの入り口に曲がったところね、あそこの左側に古い建物がありまして、築64年なんですが、今、医療生協の方が集まりの場所に使ってもらったりしているんですが、それが日本患者同盟という患者さんの団体の中央の事務所です。で、私はほぼ40年前にそこで働いていた、患者さんのお世話をしていたもんですけども、かなり古い話をしてごめんなさいね、今日若い方が多いのに。で、実は先ほどから渡辺さんがワーカーとして福祉事務所で生活保護の、弱者の方のお世話をいろいろされて、今日 の, テーマになったね、音楽もいろいろ、歌も寄り添う、そういう感じの歌が多かったと思いますが、実はその生活保護に対してワープの史上初めてね、保護基準の引き下げというのが今安倍内閣の下で行われようとしているんです。で、予算が成立して8月からその第一波が始まるんですけれども、始まろうとしているんですけれども、それに対する反対運動の先頭にも渡辺様が立っておられるわけです。で、なぜ反対しているか、ちょっと歴史を申し上げますと、もともと例えば保護を受けている人たちの基準というのは、かつてはパンツが1年に1枚とか、肌着は2年に1枚、病院に入院している患者でもちり紙が1日1枚半という基準だったんです。で、その時にその上に仕送りをされたこの人が仕送りを全部取り上げられて、しかも医療費の一部負担に、残りはしなさいと言われて、それでは憲法25条でいう健康で文化的な生活ができないというので裁判を始めた。これが朝日茂という人なんですが、岡山の方で、この人が亡くなる1時間前に私は養子に入りまして、前は小林という姓だったんですが、1時間前に養子に入って、この人が亡くなった後足掛け4年間この裁判闘争を続けて、全部で10年間、で、この人がやった裁判が1960年に勝ったんです。国の方が負けたの。健康で文化的な水準というのは人に値する生活ができるものではなければいけないというようなね、判決でありまして、その結果保護基準がどんどん引き上げられて、23年間連続して引き上げられた。その引き上げの時にはみんな温かい目で見ていたんですが、その基準が現在の到達点、到達点といっても中曽根内閣、中曽根内閣ってお若い方は分からないかもしれないが、財界の人たちが強く推した土光臨調中曽根内閣時代というのがあったんですが、そこでストップされた。で、それ以降はバブル景気でどんどんこの景気が良くなって、所得の高い人はどんどん上がる、しかし低い人はあまり上がらないので、こう格差が開いていったんです。で、その下の最低のクラスの人たちを今度は基準に、生活保護の基準も並べていこうという、これは水準均衡方式というのですかね、それで今日まで来ているんだけれども、この人が戦った結果一定の水準であったわけ、それをさらに今度は下げようというのが安倍政権なんですよ。それで反対運動が起きているの。じゃあどういうふうな形で下げようとしているかというと、これ皆さん、これその前に、その生活保護の基準がね、国民にすごく影響をするわけ。例えばこの清瀬市民でしたら市民税というのがかかりますね。あれが全国で、7000万人ぐらいの人
人たちに影響をするという国の方で説明するんですよ。から学校で就学援助というのが出るでしょう。それも150万人近くおられるんだけども、それにもその基準にも当てはめてある。からこれは最も端的なんですが、最低賃金、この辺は上がってないでしょう、ね、自民党公明党さんの時代だった。でここのところで参議院が与野党を逆転したの。野党が多数取っちゃって、この最低賃金法の中に憲法25条の条文加えて生活保護法の条文2つを いっぺんに入れた。2つも足かせされたもんだから、国の方も上げざるを得なくなって、労働者の要求に応じて、これは東京なんですよ、これは全国加重平均なんですが、ここからこんなに、この間ね、東日本大震災とか、ね、リーマンショックとかあったけれども、それでもこんなに上がってきてる、史上最高で、まだこれでも上げて生活保護の基準に近づかないところでは、神奈川では裁判闘争も起きてるわけです。だからこの基準を安倍さんのようにこれを下げるということは、よりどころである保護基準を下げるということは、労働者の賃金にもストレートに影響してくる。それでじゃあどのような下げ方がされるかというと、これは所得に応じて、こちらがお金持ち、こっちは貧しい人が、こういうふうに所得が違うわけで、この所得でも実際に生活する最低生活費の方は開きがあって、まあ、ここの部分は貯金になるのか土地を買ったりするんでしょうけれども、こういう生活をしているわけで、この生活費の方をちょっとこう見てください。少し上がってるでしょ。所得の高い人はここもちょこっと上がってる、で低い人はちょこっと下がってる。でここを拡大してみるとこういうふうになる。所得の高い人はここから急に生活費水準も上がる。低いところはここの一番下のところがカコンと下がる。これは10人の人がおれば、一番最後の低所得者の人、つまり10分の1の人たち、皆さんはこの辺かな。まあこの辺この辺はなだらかにこうなってるんだけど、ここだけカクンと下がるでしょ。ここのところを対象にして保護基準をここに合わせようというのが中曽根なんか、今の安倍政権で、これはまだはっきりしないけれども、じゃあ夫婦でいて子供を1人の3人世帯の場合は、今のところがもっとガクンと落ちるんです。どういうふうになるかというと、これほら、これは高額所得者よ。でここだんだん1段ずつぐらい下がるんだけども、その最後の貧しい人たちはガクンと3段階も下がる。これほど下がってるのに、これよりも今働いているね、生活保護の方がもっと高くなってるから、生活保護の方を下げろという、こういう理論。でもここはこんなに極端に下がってるというのは、ここにはおそらく路上生活に近いような人たちが入っているから、こんなにガクンと落ちてるんじゃないですか。それがね、本来ならばこの人たちには、先ほどの札幌の兄弟みたいに生活保護を適用しなければ、救ってあげなければいけない人たちだと思う。それを放置してここの生活している人がやってるんだから、保護基準をここまで下げろというのが今の政府のやり方なんですよ。だから私は非常に憤りを覚えるというのは、浅井茂さんが裁判を途中で息を絶えるということが新聞報道されて、全国から浅井茂さんのおかげで保護基準も上がるし、その結果も社会福祉とかいろいろな障害者の施設の利用料、日用品費などもみんないっぺんに上がりましたから、やっぱり浅井さんを助けて裁判闘争を続けようというところで死のうとしているので、万が一死んじゃったら裁判闘争どうなるんだと、死んでも裁判闘争を続けたいという声が起きてね、
で浅井茂さんは親戚の人が東大の赤門の前で本屋さんやってた、そこにまあ長男長女が生まれて、長女はもう中学生になってるからその子を養子にしたいって言ったんだけども、ご両親が許してくれないわね。それで岡山で三日三晩養子探しが始まったんですよ。しかしどうしてもこの人はと思ってみんながお願いに行くんだけど答えてくれない。それで最後にとうとうもうお手上げになって東京の中央対策委員会へ一任されたんで、中央対策委員会はそこのその患者団体の日本患者同盟に頼むと、たまたまその日に役員会があって、表通りの裏にもっと汚い今東京都警の方が寄り合い場所に使っておられるんですが、そこで会議開いてたんで、私も役員になった直後3、4ヶ月のうちかな。で私はまだ20歳代の若いけど、先輩たちはもう30、40、50の人たちで、議長が突然今日ちょうど大変な時代が入ったと、ここにいるものから養子出してもらわれたのこの裁判闘争を続けられないっていうのよ。それでみんなね、議論討論してくれとって言ったら、やっぱり患者さんのお世話してる役員の人たちだから、みんなね使命感持ってる連中だから手を挙げ始めるの。でね、40歳代のその妻子ある人たちはね、で何人も手を挙がってるのに、議長がうんこれで行こうって言わないので、私おかしいなと思って養子何人出すんだって言ったら多い方がいいんじゃないって言うのよ。待てよ、私その頃ね、日和見主義っていうのは意味嫌われる言葉でしょう。今皆さん若いからなんだけど、私の年配の頃は日和見主義って言ったらもう大変な。だからこんな時傍観主義取ってたら日和見主義って言われて、後からケンちゃんお前あの時どういう態度を取ったんだったって言われたら大変だから、みんなが養子になるなら僕も後ついていけばいいかなと思って、じゃあ僕もってこのぐらいあげたら、ああまあケンちゃんは一番若いし子供はいないし、お前養子に一番ふさわしいよ。ただ今まで周り手挙げてた連中までみんな私に総攻撃なんですよ。で私ちょっとね、生まれは山口県に両親を置いてきて、5人兄弟だけどあとは女の子ばかりで、私長男一人息子なの。帰るの親待ってるから、これはまずいことになったらまずいと思って、逃げる口実に家内に相談させてくださいって言って、立ち上がって家内に相談したら、家内があんた山口県人でしょっていうわけ。山口県にはね、吉田松陰というのがいてね、学校に行くともう正面に学やら書が掲げてあって、子供の頃から私事を捨てて公のために尽くせなんて教えられるところなんですよ。そういう風土なん。そういうところで、また家内の祖父というのは今ちょうどテレビで大河ドラマやってるじゃないですか。これから始まるんだけど、長州がもう江戸まで登ってくるんだけど、その舞台に農村の農民なんだけど、その舞台に入って鉄砲担いで東京まで攻め上ったっていうので、家系だというのでね、家内はそれを誇りにしているようなところなんですが、その家内からあんた山口県人でしょと言われたら逃げられなくなって、それで養子になったで養子になって、向こうの病院の中で告別集会が開かれて、で東京では私が岡山行ってる間に東京ではもう対策委員会開いて、私を養子に継続して戦うことを決定した、お前はこの万年筆掲げてっていうの、これは浅井茂さんがこの万年筆寝たままだったけども、この万年筆で手紙を書いて1万通そして浅井訴訟を訴えたんだそうです。でお前これをやるから、これをね高く掲げて、浅井茂さんはこの万年筆で1万通の手紙を書いて浅井訴訟を訴えたけども、私どもは鉄のわらじを履いてて、鉄のわらじなんて私見たこともないけど
鉄のわらじを履いて全国をくまなく歩いて戦っていきますと、そう言えって言われましてね。かろうじてそう、まあ、決意表明して、それから家内は東の方、私は西の方ってずっと、まあ、4年近く歩いてばっかりいたんです。ですからそういう経過があるので、私は今安倍政権の下で生活保護の基準を下げるということはもう絶対許せない気持ちで、いろいろな集会に今呼ばれた時には頑張りましょうということで、浅井しげるさんは家リンゴの本を大事に持っていて、赤ペンをいっぱい引いてるんですが、それを要約すると、権利は戦う者の手にあるといつも言ってたんだそうですが、私はこのペンを大事に、これからも頑張ってまいりたいというふうに思います。場違いの話させていただきまして、ありがとうございました。